アメリカ海軍が作成した副量のスケッチ副量は第二次世界大戦末期の大日本帝国海軍による特攻兵器人間機雷とも呼ばれる潜水具を着用した兵士が浅い海底に立って待ち構え棒付き機雷を敵の上陸用舟艇に接触させ爆破するという特攻戦法のことである利用された潜水具は 1945年3月末に海軍工作学校が1ヶ月で試作した代物で、逼迫する資材と戦況に対応するため、でき得る限り規制の軍需品を用いて製作された。ゴム服に潜水兜をかぶり、背中に酸素瓶2本を背負い、吸収管を胸に下げ、腹に鉛のバンド、足には鉛を仕込んだわらじを履いた。潜水兜には、 ガラス窓がついているが、足元しか見えず視界は悪く、総重量は 68kg にも及んだ。2ヶ月の短期間で、訓練用の航空機やその燃料が枯渇しつつあった、海軍飛行用か練習生の生徒数に見合う3000、セットが調達される予定であった。待機限界推進は、防機雷の柄が2メートルの場合は、約4メートル以内、 柄が5メートルの場合は7メートル以内。待機可能時間は約5時間。武装は、作薬量15キロの成形弾頭である5、式撃がみなり。一つ嫌いの5、式撃がみなりは、敵の終定が、隊員の頭上を通過しない限り有効な一撃は、与えられず、嫌いが爆発すれば、水を伝わる爆発で、隊員は、ほぼ確実に死ぬものだった。潜水カブトの中に、 浮力調整のスイッチがあり、頭部を傾けて押すことで浮力を抜く方法が用いられた。しかし、この操作方式は精度が悪く、潜水時に誤ってスイッチを強く押して完全に浮力が抜けた場合、装備の操縦量により海底に墜落し重傷を負うか死亡する可能性があった。潜水艦は副量の最大の欠陥部分であった。 これは、長時間の潜水を可能にするために考案された、反循環式の酸素供給器であった。古器に含まれる二酸化炭素を、火星ソーダを利用した、吸収管で除去、再び吸入する方式である。吸収管には、潜水管用のものが転用された。実験では5時間という長時間の潜水を実現し、他の潜水具に見られる古器からの気泡を生じないという。 利点があった。しかし、鼻で吸気して、口から排気するよう教育されていたが、実際には3、4回呼吸すると、炭酸ガス中毒で失神しやすかった上、吸収管が破れたり邪管が外れたりして、呼吸回路に海水が入ると、吸収管の水酸化ナトリウムは海水に溶解し、大きな溶解熱のために高温となった、強アルカリ性の海水が、 潜水下部都内に紛失支配を焼くという重大な欠陥があった。訓練中に横須賀だけで10名の殉職者を出している。副量の作戦では遊泳は考えられておらず、隊員は足の鉛を重しとして海底を歩いて移動することになっていた。個々の隊員は水中で方向を探る方法を持たないため、あらかじめ作戦海面の海底に縄を張っておき、これを伝えながら、 沖合に向かって展開する予定であった。海岸からの距離は縄の結び目の数で測られた。訓練では指導、救助用の小舟に命綱を経由したモールス信号で海底到着といった簡単な連絡ができたが、仮に実戦投入されていれば陸上や他の隊員との通信手段はなかった。海中に一旦展開すると人地変換はほとんど不可能であった。 海中では、視界も悪く動きも鈍くなるため、上陸用集艇に向かって移動するのは事実上、不可能であった。五色劇がみなりは長い柄を持っていたが、水の抵抗のある海中では自由にこれを振り回すこともできず、当初5メートルも長さがあったものが2メートルに切り詰められた。また、棒機雷の作略量では、集停を直撃しないと被害を与えることは、 できなかったが、数メートル離れたところを通過しても一つすることは不可能で、隊員の直上を上陸要集艇がたまたま通りかかった場合以外に攻撃のチャンスはなかった。しかも、部隊の展開密度を上げると、暴機雷が炸裂した時の爆発で、近くの隊員まで巻き添いになるどころか、次々と誘爆してしまう問題点があった。そもそも、 海中での爆発による強烈な水圧は隊員に致命的なダメージをもたらすため上陸に先立つ準備砲撃が付近の海中に落ちただけで副量部隊の大部分は駆逐されてしまったであろう兵士を避難させるコンクリート製防漁港の計画はあったものの終戦までに防御工が構築されることはなかった本土決戦ではまず特攻機が 米軍の機動部隊に体当たりし、輸送艦などが接近すれば人間魚雷回転や特攻艇信用などの水上特攻部隊が迎撃、そして上陸用舟艇を水際で迎撃するのが、副量という構想であった。陸軍の肉迫攻撃にヒントを得て考案された。航空機による特攻作戦はすでに実施されていたが、 1945年の沖縄戦では93式中間練習機まで投入され、余科連の生徒たちは乗る飛行機がなくなり余剰辞任となっていた。副領はこれらを活用するため考案された兵器の一つである。副領の発案者は不明である。研究開発を担った清水昇隊員が発案者とする意見もあるが、清水自身の階層では関係は 母体となった、早期式の横作公式潜水機からで、そこに副量が根を下ろした、誕生の瞬間からになるという。また、軍令部参謀だった、吉松田守中佐の回想では、作戦思想は、本土決戦は1億国民総特攻の時から、海軍すべてが竹槍を持って、総特攻すべしという軍令部の一部分の人から、生まれたものと証言している。 立証できる資料は存在しないが、軍令部の関係部署を統括していた、黒島亀と少将が、特攻の推進者であったため、発案者ではないかと見る意見もある。装備に、多数の欠陥が存在し、訓練だけで、多数の死者を出したが、それでも、最後の取り出という位置づけは変わらず、訓練は強行された。 1945年1月 B-29 が投下した時期嫌いが問題になり中央はこれを総会するため海軍工作学校の校長三原対三少将に瀬戸内海航路100メートル航路警戒対策の具体化を指示した。しかし5月に入るとこの総会潜水部で特攻隊を編成せよという命令を受けた。 3月1日に発令された海軍突撃部隊編成令に副領の名前が現れる。横須賀防備隊では司令官の石川茂中将より簡易潜水を使用し特攻兵器を含む研究、量産、要請が命じられた。清水大員が研究実験者として報告制作を行っているが、4月の簡易潜水機の実験では特攻用として、 利用価値大なると報告している。隊員の多くは、教育中止で、本土決戦に向けて、防空壕を掘っていた10代後半のヨカレン、出身者であったが、初戦で活躍した、海軍陸戦隊のフルツワモノも投入された。一般兵では呼吸のコツが飲み込めず事故が頻発した、ため、航空機搭乗員として、身体能力に優れたヨカレンが選抜されたという。 選抜条件には、孤独に耐えうる者が重視され、本来なら家を継ぐべきはずの長男が多く選ばれた。志願性ではなく、命令であった。副領部隊は、陳寿府に所属し、横須賀五個大隊、呉二個大隊、佐世保二個大隊、舞鶴一個大隊が整備される予定であった。6月から、横須賀大戦学校で、先見部隊要員480名への訓練が、 始まった。その後潜水訓練は、神奈川県横須賀鎮守府の伸び海岸、広島県呉れ鎮守府の情け島、長崎県佐世保鎮守府の川棚などで行われ、合わせて3000人近くが訓練を受けた。米軍の本土上陸は9から10月との想定で、作戦は、米軍の上陸作戦正面と考えられていた、九十九里海岸などを想定していた。 部隊の展開時期は10月末を目標にしていたが、途中で終戦を迎えたため、副領が実戦に投入されることはなかった。しかし1945年6月10日、土浦海軍航空隊で訓練中の訓練生、教官が空襲を受け、そのうち281名が死亡している。視察した首相の鈴木貫太郎すら、 その実用性に否定的で、実践仕様に反対するほどであった。元俳優の安藤昇、小説家の城山三郎は、かつて副良訓練部隊の一員であった。東京球団下の靖国神社に特別攻撃隊の検証費があるほか、併設の歴史博物館、優秀館には、嫌いを構えた、すなわち攻撃姿勢にある副良隊員のミニチュア像が展示されている。 また、副量の待機陣地が、神奈川県鎌倉市の稲村ヶ崎に現存しているが、落石の危険があるため立ち入り禁止となっている。また、神奈川県横須賀市、伸び海岸には、第71、嵐部隊の本部が置かれ、海岸は訓練場となっていたが、関連すると思われる、防空壕や統治下が残存する。ありがとうございます。